3月3日火曜日、嬉野市塩田町社会文化会館リバティで、嬉野市シニア健康づくり教室2015 with サガントスが行われました。これはサガントスのアカデミーコーチや西九州大学のインストラクターらが65歳以上の方を対象として行ったものです。サガントスアカデミーの方の指導によりましてですね、ストレッチ、エクササイズ等をですね、学ぶことになっております。この日はまず身体測定や血圧など健康チェックを行った後、軽いストレッチで体をほぐしていきました。自分の手をですね、お尻の下にこう入れてみてください。で、お尻の骨がポリポリっと当たりますか？受講者らは普段から健康意識や関心が高い方が多いようで、十分な体の柔軟さを見せていました。普段 J リーグのサガントスの選手たちも、使ってる、実際使っているボールと同じものです。ボールを使い運動する場面では、ボールを投げる動作からボールをつかむ動作までの機敏さが求められ、だんだんと複雑な動きになっていきます。今度は足を使った動きです。とてもお上手ですので、どんどんじゃあ距離を伸ばしていきましょうか。少しずつ距離を伸ばすことでどれくらいの力加減で蹴るか考えなければなりません。またサッカーボールを蹴りながら進み、笛の合図ですぐに止まる運動をしました。はい、楽しい。あれ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 。次にはしごを使ったトレーニングです。頭で考え、声を出しながら体を動かしていきます。楽しくて良かったです。たまには自分の体力をこう分かってですね。西九州大学リハビリテーション学部の三丸先生に日頃からの健康意識について聞きました。まずはよく噛んで食べる食事ですね。あとは外に、天気がいい日は外に出て日光に当たりながらお散歩するなり運動すること と、あとは姿勢を日頃しっかり気をつけて過ごしていただけたらいいなと思います。あと無理なことはしない、元気に過ごしてほしいと思っています。以上です。受講者らは最後に記念撮影を行い、サガントスのグッズを手にすっきりした笑顔で帰路に着きました。狂犬病予防接種についてお知らせします。4月6日から4月18日まで狂犬病予防接種を各地区の会場で行います。登録済みの方は市役所から送られてきたお知らせのはがきをお持ちの上、予防接種を受けてください。予防接種を受ける際は注射料金と注射済み票交付手数料が必要になります。また登録されていない会員は必ず登録をお願いします。登録される際は新規登録料がかかります。当日は混雑が予想されますので、お釣りが出ないよう準備をお願いします。予防接種を受けられる場所は司法3月号に掲載されていますのでご覧ください。なお、飼い犬が死亡した場合は早めに連絡をしてください。愛犬の健康を守るのはあなたです。愛犬の狂犬病予防注射を忘れないように受けてください。狂犬病予防注射のお知らせでした。
嬉野市民吹奏楽団募集についてお知らせします。この度嬉野市に市民吹奏楽団が設立されることになりました。つきましては楽器経験のある方や音楽が好きな方で練習に参加できる方など新しい吹奏楽団を一緒に作り上げていただく方を募集しております。練習日は月に2回程度予定しております。練習場所については嬉野市社会文化会館リバーティのリハーサル室を予定しております。入団資格は楽器経験のある高校生以上の方であればどなたでも入団できます。なお高校生は保護者の同意が必要となり原則保護者による送迎が可能な方となります。楽器の貸し出しはありませんので原則個人所有の楽器をお持ちください。募集パートは全パートを募集しております。募集は随時行っております。その他市民吹奏楽団につきましては事務局長の広川までお問い合わせください。皆様の多数のご応募お待ちしております。3月の塩田町の在宅当番員はご覧の通りです。続いて嬉野町です。3月の小児時間外診療はご覧の通りです。3月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。3月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今年も4月4日5日嬉野チャミットが開催されます。今年摘んだばかりの新茶の振る舞いや手もみ体験、また嬉野戦隊チャレンジャーの登場などイベント盛りだくさんです。また4月3日4日5日は吉田焼窯元会館で吉田小山さん陶器祭りも開催されます。ぜひ皆さんお出かけください。最後に嬉野市役所より休日会長のお知らせです。日程はご覧の通りです。取扱業務など詳しいことは司法3月号をご覧いただくか市民課までお問い合わせください。次回の更新は4月2日木曜日です。嬉野市役所からのお知らせなどさらに充実させてお届けします。お楽しみに。